今の我々の解析能力では計測不可能なエネルギー体のようだな。はあ？わからないなら使えなくするため破壊すればいいじゃない。お前はなぜそういう思考なんだ。とても私と同じ思考回路が組み込まれてるとは思えないな。うっさいわね。あんたと私は違うのよ。無駄な言い争いはおやめなさい。失礼しました、ガーチェ様。あまりにもこやつの判断が理解しがたく、重大な不具合があると思われます。我らの目的遂行のためには、廃棄を提案したいところです。はあ、ふざけるなよ、このガラクタめ。あんたこそ廃棄されるべきよ。貴様、厳しいな、市民ダークは。だがすぐに捨てるのは愚かな人間と同じだ。正しき手段でこの星の未来を作ろうではありませんか。さすがガーシャ様、資料が至らず申し訳ありません。もうしばらくは稼働試験とみなし助力させていただきます。くっそ、偉そうに今に見ているわ。何を見ている、うん、サンバ。情けないやつだ。怪獣戦隊シュンカイザー。で手繰り寄せる隠されたゼロの中の真実、手にしてここからスタートできる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あなた
私と戦っていた時ずっと戦いたくないと思っていたよね。なぜ？ごめんなさいね。あなたが迷っていることに気づいていながらこんなにも傷つけてしまって。私の力、生き物には効くんだけど機械にはダメなのかな。ユカイさん、自分の不甲斐ないせいで本当に申し訳ない。気持ちはわかるが気を落としても仕方ないだろう。ガルキバさん、ソラちゃんの謝罪分からへんの？今シネアハは八方に飛ばしてるんだが妨害されているのか全く分からないのだ。ソラちゃんが見つかるまでに僕たちにできるのは次に奴らに会った時即殲滅できる必殺技の試案だけですよ。そうだな、押し込んでても仕方ない。今みんなでできることをやろう。せーの。大丈夫な？え？一緒に逃げようっていうの？でもどうやって？ジューカイザー。これはガルキバさん、おっちゃん大丈夫ですか？ソラの身に何か起きてるかもしれない。嫌な感じだ。本当なんですか？娘の反応を間違えてもらうか。とにかく早く救出に向かってくれ。え、娘さんだったんですか？そんなことよりとにかく早く救出に向かってくれ。いろいろ気になるけどまずはソラちゃん救出やな。よし、うん、みんな行くぞ。ああ。ソラ、無事でいてくれ。あのノロマ、見張りを任せたのにまんまと逃がしおって。許さんぞ、あの役立たずめ。仲介座こちゃくな、お前たちやってしまえ。
もしかしてこの怪人両親があるの？ゼロ三番サンちゃんね。犯人を生み出す原因を物証すべきだが、ガンシャス様は甘すぎる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。来週も見てね。